俗日本百名城ナンバー182、福岡県太宰府市大野城市春日市にある水木。古代663年に当時の日本と同盟関係にあった百済を支援するために天智天皇は朝鮮半島へ軍勢を派遣する。しかし白月の絵の戦いで唐と新羅の連合軍に敗北し、今度は日本が中国朝鮮半島から侵略を受ける脅威にさらされた。そこで天智天皇はこの脅威に対処するために対馬や九州北部瀬戸内海の各地に古代三条を築いている。水木は大和政権の九州での拠点だった太宰府を守るために築かれた防塁。博多湾から太宰府にかけて福岡平野の最も狭くなった平地に水木は築かれ、総延長 1.2km、 高さ 10m、 幅 80m という規模の土塁と、博多湾側に幅 60m の水堀で作られていた。また水木には東西2カ所の城門が設けられていて、そこから太宰府へ入ることができた。現在は国の特別史跡に指定され、東門と展望台からは水木が福岡平野を塞いでいる様子を見ることができる。